銀座において久重は電信機など先も作ってますね、さまざまなものを製作しました。でまた明治11年1878年です。明治11年ではその時に西洋で発明されたばかりのこれですね、電話機、この電話機を久重はそのままそっくり同じものを作っちゃってるんですよ。西洋で発明されたばかりの電話機をそのままそっくり同じものを作っちゃってるんです。作ってますし、また同じ年1878年明治11年には正午の時報を全国に伝えることができる報知機っていうものを作ってます。つまり文明開化の以降も彼はあらゆるものを作り続けたわけですね。で、まあ、このようにさまざまな発明や改良を行い続け、我が国の歴史に大きな足跡を残した田中久重でしたが、やはり夜と並みには勝てず、明治14年1881年ですねに83歳の長寿を全うしてこの世を去りました。しかし田中久重の精神がそこで絶たれたわけではありません。久重の死後、養子が2代目田中久重を名乗ります。そして田中久重が亡くなった翌年の明治15年1882年には明治8年に田中久重が構えた店舗ありますよね、その店舗をですね、東京の芝浦というところに移転します。そして移転して田中製造所を新たに作りました。田中製造所を作ったのは明治15年ですが、ルーツは明治8年の田中久重、先代の田中久重自らが作った店舗ですね。で、今私言いましたね、東京の芝浦なんですよ。そして田中製造所はやがて明治37年、1904年です。1904年にこの会社所在地がある芝浦を名乗るようになります。そして芝浦製作所と名乗り改名します。さらに時は流れて明治14年です。昭和10年、1939年には別の会社、東京電機という別の会社があったんですけども、この東京電機と芝浦製作所が合併して東京芝浦電機株式会社と名乗るようになりました。で、この東京芝浦電機、ここまで書いたらピンとくる人いるんじゃないですかね。この東京芝浦電機なんですけども、昭和59年、今から27年前、1984年に称号変更します。どのように称号変更したかというと、東京芝浦電機ですから株式会社東芝です。で、株式会社東芝と改名されて現代に至っています。つまり田中久重がその生涯をかけて築き上げてきた発明、あるいは改良における情熱、あるいは探究心といった精神ですね、こういったものが我が国屈指の世界に誇れる複合電機メーカーである東芝、この東芝に今もなお受け継がれているという大きな大きな事実なんです。